おはようございます。今日は徳島県徳島市に来ています。昨日徳島駅に行ったらまだ有人改札、そして自動改札機ではありませんでした。びっくりしました。さすがね、唯一電車がない徳島県っていう感じなんですが、そんな徳島県からお送りする今日の動画は、日本最強国道ひどい道、国道439号、通称予策を走ってみたということでですね、早速もう目の前の徳島本町交差点から439号は始まっていきます。最初はね、国道192号と重複しているので、パッと見439号が始まった感じはしません。ということで徳島出発していきます。道路は国道438号との重複区間になりました。パッと見この道路だけ見ると4車線で非常に広い幅員です。こんな道がね、本当にひどい道、国道になるのかっていうのが疑問に思うんですが、本当になるんですよね。ということで、このまま車を走らせていこうと思います。徳島県唯一の村、佐那河内村に入りました。徳島市から15分ぐらい走ったかな、15分ぐらいなんですけど、もう一気にね、山中の農村感が出てきました。まだここもね、438号に予策は隠れています。佐那河内村は大技が2つしかありません。上と下、上と上下と書くわけですね。今は佐那河内村下の地域に来ています。川上川下の上下だと思います。剣山65キロ、神山13キロ、まずは剣山越えを目指していきたいですね。この辺、佐那河内村の中心部です。右手に佐那河内村役場、そしてね、まっすぐ行くと右手にこれ村唯一のファミマかな、多分見なかったからな、村唯一のコンビニだと思いますが、コンビニエンスストア、そして警察駐在所、そして左手、佐那河内小中学校があります。佐那河内のね、村の主要な施設がここら辺に集中しています。新富能トンネル通ってます。いや、これめちゃくちゃ立派なトンネルだよ、このバイパス。これ本当にさ、ひどい道、国道になんのか、全然その感じないけどな、舐めすぎ。こう、川又の集落です。こう、左が193号、まっすぐがね、438号です。一時期ね、193号と重複します。193号も分かります？左側めちゃくちゃひどい道なんですね。国道として有名です。すごい商店とかあるよ、ここちゃんと。川又の集落を走っていきます。ここからね、予策初めての峠になります。川又の集落を出てですね、ここ交差点で剣山の方向に進んでいきます。このままね、193号まっすぐ行けば徳島自動車道だったり町の方向に出られます。お、車がちょうど来てますね。ということで、ここからまた438号と439号一緒になって剣山を目指していきます。待って、さっきの家さ、人を暮らしてらっしゃったよ、すごいね。こんなひどい道、国道沿いにいるんだ。でもね、結構ね、まあ、狭いんだけど待避所もあるし、あとね、ガードレールがちゃんとしてるってのがやっぱりいいね。でなんか噂によると、高知県側はね、なんかガードレールがあんまりないっていう話を聞いてて、そうガードレールがあるからか、なんかまだね、心理的にはそんなに緊張しないし、あとね、そんな崖でもないから、左側綺麗な川が広がってるんで、まだ大丈夫かなって感じです。具体的にはまだ夕方なんですけど、木々が鬱蒼と生い茂りすぎて暗いですね。ちょっと怖い。
なんか明るいうちにね、京柱峠ぐらいまでは越えたいなと思ってます。山の中腹にシャングリラカフェマルゲリータっていうカフェがある。モーニングとかやってるんだ、すげー。ここをね、維持管理されてる方がいらっしゃるってことですね。この河合トンネルで河合峠の頂上です。ここからね、旧木屋平村に入ります。木屋平村はね、美馬町などと周辺自治体と合併して現在はね、美馬市となっています。うわ、すげー、左雲海だよ。めちゃくちゃ綺麗だ。すごい。待って、何これ、これは綺麗、すごいよ、霧だ。ちょっとね、危ないし怖いんだけど、ちょっと幻想的ですね。さっきね、見たね、雲海の中に入っていくわけですね。やばいって、これもう雲隠れの撮影は絶対忍者おるって。もうそろそろ国道492号と交差します。438号とここ与作はですね、そのまままっすぐ進みます。あそこですね。しばらくね、小中学校だったり郵便局だったり、この道沿いに続きます。ここからね、しばらくは道がある程度良いところです。ここから辺からね、吉野川水系の穴吹川と並走して、まあ、438号と一緒ですね、与作はね、進んでいきます。上流の方向に向かってる感じですね。登っています。でもね、道は結構広くて走りやすいです。うわー、すげえ、小中学校あるよ。ということで、まっすぐ剣山の方向向かっていきます。右に曲がるとね、剣町に行くことができる県道260号線です。でも結構ね、道幅広くて意外とね、走りやすいです。ちょっとね、暗くなってきたんで、早めにね、京柱越えて今日1日目の目標である大豊まで行きたいなと思います。こういう風にね、沿線には 500m ごきに見残し、頂上まで何キロかっていうことがね、10、9.5、9、8.5 みたいに設置されてあります。本当にここ国道なんだな。しかも2つの国道が重複してる道ですよ。見てください、これ人間の蝶でしょ。もうひどい道あるある、人間の蝶みたい。1時間ぶりぐらいかな、交差点が現れました。ここね、左折ですね。ここが見残しトンネルです。ここを越えるとですね、旧東祖谷山村、東祖谷ですねに入っていきます。現在はね、三好市になっています。ここね、見残しと呼ばれる剣山のね、登山の拠点ともなっているエリアです。ここから438号と分かれ、439号に入っていきます。見残しを越えて下へ下っていきます。いやー、すごいわマジで。あんなさ、山の上にさ、国道の交差点ある？やばいよな、ほんと。ここからね、439号、与作の単独区間です。しばらくね、438とずっと一緒だったので、ここでね、ついにね、439号が姿を現すことになります。
両側になんか駐車場が広がってますね。国有林とかの駐車場ですね。でね、かずら橋はね、ここから先5キロにあります。有名なのはね、祖谷のかずら橋なんですが、2つあるんですよね。そうで、439号沿いにね、奥祖谷のかずら橋っていうのがあります。そっちはね、あまり知られてはいないんですが、そちらもかずら橋で、あまりね、人が来ないのでね、ニッチな人にはね、そっちの方がいいっていう方もいらっしゃるそうですね。ただ行くにはね、このひどすぎる道、予策をね、走っていかなければいけないっていうところで、そこはね、マイナスポイントでもあります。鹿がいる鹿だということでね、ここら辺にかずら橋、奥祖谷のかずら橋があります。あのね、野猿ね、有名なんですけど、あー、ここら辺ですね。ここら辺に停車して奥祖谷のかずら橋行くことができます。こんなとこまで来てるんだ。でもね、メジャーなかずら橋はもうちょっと山の下にあります。ただこのかずら橋もね、知る人ぞ知るもう一つのかずら橋なんですね。左手にはね、名護ダムがあります。ダム湖がね、小さいながらありました。このままね、下流域に沿っていきたいと思います。身の腰を越えて、まあ、初めての集落入ってきました。バス停もありますね。ここまでバスが来てるんだ。旧東屋村のエリアに入っていきます。右側、土砂崩れでもあったんですかね。岩盤の工事をしています。やっぱね、厳しい地形に走ってるからかね、こういうね、修復工事をしないと道路自体がね、崩落崩れてしまうんでしょうね。ちなみに今の気温はですね、21度です。今日ね、やってきた徳島とかそっちのはね、32度、33度ぐらいでした。やっぱりね、標高がね、1000メートル近いので、気温がね、非常に10度ぐらい下がっています。やっぱね、山の上って涼しいですね。ということでね、ここはね、まっすぐですね。実はね、この区間、予測改良されてるんです。もともとはね、ここ、右側を行くのが予測だったんですが、地図上、左側のルートが新たなルートです。このようにですね、徳島県内の区間は予測結構改良が進んでいる場所も多くあります。ただね、高知県側はね、ほとんど改良が進んでないということで、ちょっと怖いです。ここでね、先ほどの旧道と合流します。バスがある。多分さっきのね、バス停だね。バスの営業所ですね。すげえ。あ、救急車がありました。うわぁ、東屋の一個のちょっと中心エリアですね。タクシー業者もありましたね。ただ道狭いっすね。やっぱ住宅街なんで、セットバックできないんでしょうね。拡幅もなかなかままならないということでね、普通の山道よりも住宅街の方が福音狭いです。ということで、落合の集落で予測、ここ左折します。映るかな？結構ね、光のね、ついてる住宅多いんですよ。ここら辺はね、多分山あいにね、こうだんだんとなって、わかりますかね、結構ほら、光のついたね、お家がね、多いんですよ。ほらほらほら、わかります？上の方まで、こういうね、山あいの渓谷にね、すごい住宅が密集して建っています。駐在所だ。すごい、すげえよ。今商店や営業してましたね。生きてる街が、ちょっと安心しますね。下瀬トンネルです。旧道がここにあります。それをね、迂回する形でトンネルが掘られました。これね、一部区間少しずつでありますが、改良が進んでいます。そしてね、東屋に入ると結構ね、対向車の数増えてきましたね、このように。
このね、左手には東屋小中学校があります。現在はね、三好市立東屋小中学校となっています。このね、左手が旧道です。これ、下瀬2号トンネルということで、この区間もね、これはね、最近ね、貫通したばっかりのトンネルなので、地図に反映されてません。このね、左側が旧道でした。ということでね、徐々にではありますが、こういうふうに修正、改良が進んでいます。京柱峠の表示がついに出てきました。京柱峠で越えるとですね、徳島県から高知県に入ります。ここら辺はね、本当に改良が進んでいて、非常に走りやすいですね。ここはね、京城トンネルと呼ばれるところで、京城バイパスとも呼ばれています。ここもね、祖谷川の右側、地図上で言うと祖谷川の右側をですね、県道が走っていたんですが、地図上の左側にですね、京城バイパスができまして、こういう風に快適な道路となっています。ということで、もう大体の人はね、このまま右にまっすぐ行くんですよ。はい。で、こっちが右側行くとですね、かずら橋。有名な方のかずら橋があります。ただ、今回はここを左折して、京柱峠を越えていきます。ここを越えて、大豊まで出れば、そこからはですね、しばらくは、いい道、素晴らしい道が続きます。大豊45キロ、京柱峠14キロとなっています。京柱峠、なんでこんな名前がついてるかというと、この峠を登った人がですね、京に登るぐらい大変だった、京都の京ですね。ということから、京柱峠という名前がついています。わかる？これヘアピンなんですけど、ヘアピンの上側から来た看板と下側から来た看板があまりにヘアピンが急すぎて両方見えんだよね。どっちだよってなるわ。面白い。どんな道だよ、ほんと。やっぱ京柱峠になると福音が一気に狭くなりますね。一車線です。ただね、ガードレールがあるので、まだね、安心はできます。あとね、もうね、完全に暗くなったんですが、月明かりが今日非常に明るいので、意外とね、真っ暗って感じはしなくていいです。あとね、結構ね、住宅、家があります。あとさっきね、5階建てぐらいの老人ホームもありました。結構ね、人が住んでるんですね。ただね、一つ問題がありまして、まあ、京柱峠、先ほども触れた通り、徳島県と高知県を分ける国道です。徳島県から高知県に渡るとですね、道路の雰囲気が一気に変わる可能性があります。っていうのもですね、3桁国道っていうのは基本的に北海道を除けばですね、3桁の国道を県が管理するんです。そのためですね、高知県側に入った途端、京柱峠の頂上を越えた途端ですね、道路の整備状況が変わらないかなとヒヤヒヤしています。あと10キロぐらいで京柱峠頂上です。わかる？これ路面のね、状況がね、悪い。このね、陥没してたりとか、あのね、多分雨降ったんだろうね。さっきね、もうほぼ洪水みたいになってました。でね、穴も結構多くてね、してね、ちょっとずつガードレールがなくなってきました。やばいです。わかる？これこの道路の悪さ。ここ見て、これ全部水なの。やばいね。うわぁ、木が折れて落ちてる。多分ね、さっきね、一気に雨降ったんでしょうね。ここら辺ね、すごい雨降ったっていうのをね、雨雲レーダーで見てて、だからかな。いや、結構ね、道も悪いし、木も石もいろいろ落ちてて、ちょっと怖いです。結構ね、いろんな国道、ひどい道走ってきて経験もある。僕がですね、やっぱ怖いって感じるのはちょっとなかなかのレベルだと思います。本当にね、左側、右側とかの崖にね、ガードレールがなくなり始めてるのが、また怖いんですよね。国道の予作の看板があります。しかもよく見て、東祖谷山村、三好市のね、旧名が残ってんですよ。すごいわ。
いや、俺さ、ちょっとこの道怖えなとか、やべえなとか思いながら走ってんだけどさ、最初にさ、開拓した人たちが、本当にすごいよね。俺らなんて大したことないですよ。だってね、だってね、先人が通ってきた、作ってくれた道を、ただ通ってるだけですから、ここをね、一からね、てか何かわかんないけど、工事用具かわかんないけどさ、道を作った人だよ。その人がすげえよ、マジで。そんな人たちにね、感謝しながら、もうちょっとで、京柱峠、頂上です。なんかいる。なんだこれ。先導してくれてる。タヌキかな？はい、ということで、京柱峠、頂上です。うわ、綺麗。京柱峠、頂上です。わかりますか、これ。ちょっとね、多分ね、映像じゃ伝えきれないよな。でもね、本当にね、星がやばいんすよ。人生で見た中で一番の星空かもしれない。めちゃくちゃ鳥肌立ってる。これね、反対側にはね、徳島県三好市の文字があります。別でね、写真撮ったので、それをね、ワンカット載せます。京柱峠の夜やべえ。お寺あるんすね。月も綺麗で快晴です。いや、夜怖いな、夜に行きたくないなと思ってたんだけどさ、めっちゃ良かったかもしれない。京柱峠って風景が綺麗で有名なんですよ。だから昼行きたかったなとか思ってたんですけど、夜いいわ。ということで、ここからね、高知県の区間に入っていきます。大豊町です。ここから見て、一気につづら折りで高度を下げます。いや、マジでさ、俺さ、ちょっと星見て、俺初めて泣いちゃったかもしれない。やばいよあれ。なんかさ、四国来てよかったなって思った、本当に。いや、ごめん、めっちゃさ、もう趣旨とはそれるんだけど、あれはやばいわ。なんか、ちょっとさ、正直夜、まあ、慣れてるとはいえ怖いなって思っててさ、でさ、昼来れなかったなと思ってたんだよ。でもさ、頑張ったかやったよ、本当に。あんな星、いやー、綺麗だった。これやば。土砂崩れかな。土がちょっと崩れてるよ、これ。やば。びっくりした、今。ちょっとずつ家が出てきました。京柱峠の頂上から5キロぐらい走ったところかな。いやー、こんなところに住んでる人がいるのかと思うと同時にですね、ちょっと安心するんですよね。人里に降りてきたなっていう。なんかあっても、まあ大丈夫かなっていうふうに思いますよね。このまま安全運転で大豊まで行きたいと思います。大豊から先はね、もう非常に整備されている、本当に立派な道路なんですよね、しばらくは。32号から33号の間はね、本当にもう何も問題なく運転できる交通量の多い道路です。四国だよ。凍結注意って。雪降るんだね、ここら辺ね、多分ね、冬ね。北海道とか遠くでしか見れないよ、こんな凍結注意なんて。四国で凍結注意ってやば。四国山地ね、確かに雪が降るっていうことは聞いたことがあるんですよ、真冬の時期ね。もう本当に多分降るんだろうね、こんなところ。すげえ。霧がすごいけど、二車線になりました。だいぶね、道が広くなりました。ここからね、しばらくは道がある程度広くなっていくと思います。ということで、ここから道路バイパスとなり、道路広くなります。わかりますかね？これ、右側が旧道で、左側が新道です。久しぶりのもう人里と言える地域に降りてきました。この交差点を左折して、おー、して、まず踏切ですね、ここね。JR の線路です。その線路を越えて、ここを左折して32号線入っていきます。ここからはね、もうしばらくいい道です。32号との重複区間はこのように綺麗な二車線道路が続きます。
まあ、大体ね、予策ね、多分ね、1日で行くってなかなか難しいと思うんですよ。だから、32号から33号の快適な道路の2車線のところで一旦離脱して、そこからまたね、2日目始めるのがいいのかなというふうに思います。32号との重複を終えて、439号、ここを右折します。なんとここね、左折すると大豊インターチェンジの入り口です。高速道路や鉄道もあるんですね。途中まで走り切ってでですね、疲れたところで2日目としたいと思います。お疲れ様でした。とりあえずね、京柱高峠越えれたので安心しています。ここまで来ました。194号に一旦合流して重複区間になります。やっぱりね、事前の調査でも言ってたんですが、ここね、32号と33号のね、間はですね、比較的線形も良くて、走りやすいですね。道の駅で休憩を終えました。実はね、先ほどの交差点、右側に行くとですね、愛媛県西条市、まあ、最終的には松山の方向に抜けれます。その194号線はですね、愛媛と高知の間、寒風山トンネルが通っています。寒風山トンネルは歩行者、自転車が通れるトンネルとしては日本最長です。およそ5400メートルの長さを誇るトンネルで、5000メートルを超えるため危険物の積載車両は通行することができません。そのため旧道を使う必要があります。その旧道はですね、寒風山トンネル開通前は使われていた道路ですが、非常にですね、急峻な道のりで、その峠を越すのに1時間かかっていました。しかしながら、その寒風山トンネルが開通したことによって、その所要時間が10分に短縮され、旧道はですね、冬季通行止めになっていたんですが、通年通行可能な快適な道路となったわけです。そんな寒風山トンネルを後ろにしながら、僕たちは439号仁淀川町の方向へ向かっていきます。ということで、194号から分かれ、439号の方向へ向かっていきます。ここら辺はね、伊能町なんですが、平成の大合併前は旧五北村と呼ばれた地域でした。新田64キロ、仁淀川24キロ。仁淀川まではね、快適な道が続きます。四国カルストの手前まではね、比較的いい道が続くんですが、その先ですね、その先がまた439号のひどいエリア、国道区間となります。ここら辺は予策にしてはちょっと似合わないトンネルがどんどん続いています。もうね、新しめのトンネルですが、このね、こっち白い方の道路がですね、もともと旧道だった場所です。そこをね、改良してこのような新しいトンネルを開削しています。まもなく大峠トンネルです。大峠と聞くとですね、山形と福島を結ぶ大峠道路、国道121号線ですね、思い浮かべる方いると思うんですが、四国にも大峠はあるんですね。地図の通りですね、上が旧道、大峠トンネルが旧道ですね。で、その下、新大峠トンネルが今僕たちが走る道路です。こちらのトンネルはですね、寒風山トンネルに次ぐ四国第2位の長さのトンネルです。しかしながらですね、その長さ3キロ弱の割に直線的なトンネルで、入ってその3キロ先のトンネルの明かりが見えると思います。このトンネル2002年に開通しました。2002年、この新大峠トンネルが開通する前はこのようにですね、ぐにゃぐにゃな道を走る必要があったわけです。わかります？ちょっと奥に光が見えます。ということで、大峠トンネル出ました。まあね、大峠って呼んでたんですけど、大峠トンネルらしいですね。すみません。ここで494号との交差点、交点になります。予測ほどは知られていませんが、ここもね、国道として知られる道です。494号はですね、四国で最大の国道の番号を持つ国道となります。ちなみに日本最大の番号を持つ国道はですね、沖縄県を走る507号です。ここからね、439号と494号は重複していきます。
この仁淀川町はですね、合併してできた町です。池川町を中心に阿川村、仁淀村、三町村の合併でここ仁淀川町は誕生しました。国道33号との重複区間に入りました。ここですね。ここら辺の近くに仁淀川町の役場、町役場があります。久しぶりに予作の文字が返ってきました。ということで交差点で33号から分かれ、予作単独区間に入ります。ここからね、ちょっとずつまた国道の雰囲気が出てきます。こういう風にね、予作はですね、一部厳しい地形を通っていることから崩落や崖崩れも多くてですね、このように片側交互通行区間が結構多いです。仁淀川町、旧仁淀村の中心地です。長者トンネルを通過しました。ここもね、トンネルの東側出口と西側出口から出ている場所、わかりますかね。旧道があります。33号から分かれてすぐひどい道になるっていう話をどっかで聞いたことがあるんですが、全然ね、そんなことはなさそうですね。カルストぐらいまでは快適な道で行けそうです。ということで急にね、2車線が狭い道になりました。ついに来ました、ひどい道区間。人間の腸みたいになってますね。でもこれ四国カルスト行く人ってここ通ってるってことだよね。やばくない？そんなに行かないのか。朝早く出てるから交通量が少ないのかな。四国山地の山の中を通ってることがよくわかります。とても綺麗です。矢はず峠、矢はずトンネルに入ります。結構なんか変わった形してますね。食パン割ったみたいな形してますね。矢はずトンネル抜けて都農町に入りました。ここからは下りです。どうしよう。いける？無理じゃね？ちょっとね、無理だったので下がります。いや、これ下が、お、いけるっていけるって言われたんで、 いけるこれ。あ、行かないの。おお、いけた、すげえ。なんでさ、こんなとこ国道なんだよ、マジで。もうちょっと頑張ってさ、整備してほしいよね。整備しろ。いや、でもさ、ちょっとね、こんなとこさ、国道に指定する前に、整備してから国道にしてほしいよね。いや、俺みたいなさ、物好きは全然いいよ。なんかさ、かわいそうじゃん、みんな。間違っちゃうよ、みんな。左側さ、ガードレールないの、マジで怖いよね。恐ろしいわ。もうこれ落ちたらもう真っ逆さまよ。お、こんなとこに人がいるよ。工事してるよ。すげえ、ここまで車来てんだ。崖工事してんだ。なんか崖崩れか何かか、何か起こったのかな。これ左側が旧道だ。で、こっちが新道だ。面白っ。ここで右折すると四国カルストです。都農町の旧東都農村、東都農村の中心部にやってきました。もう間もなくこの国道197号と一緒になります。ちょっとね、ここで寄り道をしたいと思います。四国カルストのね、天空の道と呼ばれるね、道路があるらしくて、それが景色綺麗らしいので見に行こうかなと思います。ここをね、右折して国道197号と重複します。ちなみにここら辺ね、東都農村という名前なんですが、パッと見ね、都農町の西側にあるように思います。
これはですね、もともと西隣にある梼原町がですね、古くは西角村と呼ばれていまして、ここね、東角村と呼ばれていたわけです。ということで、短い重複区間を越えてここをね、左折すると439号線です。一旦ね、ここを直進して四国カルスと向かいたいと思います。天狗高原を目指してるんですけど、ひたすら通行止めで、ここしかね、あの代わりの道路がないんですよね。四国カルスと天狗高原です。このね、先に見えるのが天狗の道。このね、下の道がね、さっき県道48号で通行止めになっていた道です。このままトンネルを通ると、その先天空の道です。すごい道だ。左右何も遮るものがないです。いや、すげえ道だ。いや、ここがね、天空の道って呼ばれるのも分かりますわ。空に続いてそうだもん。そしてこのね、牛、たくさんの牛、のどかです。めちゃくちゃ綺麗。やばいね、これ。姫鶴荘山荘から見る景色、めちゃくちゃ綺麗。ということで、四国カルストから戻ってきました。439号をまたトレースしていきたいと思います。439号に戻ります。相変わらずやばい道ですが、本当はね、実はね、このね、地図の東側の道路がね、今メインルートとして使われていて、すぐね、そのメインルートが戻ってきます。なのでここはね、もうほぼ使われてない区間なんですよね。だから多分改良されることはないかなと思います。なんでね、こっちからね、そっちに指定替えしないんだって感じですけど。ということで、今基本的に使われてる道に戻ってきました。こっちが止まるです。面白い。予作最後のラスボス区間とも言えるエリアに入ってきました。安全運転で進んでいきたいと思います。いや、むしろさ、もうこんなとこに国道の看板あったらもう煽りでしかないだろう。こっち今バス乗り終わった。して、郵便ポストもあんの。ここまで来てるんだよ。これさ、京柱とか徳島県の方と違って、崖にね、ガードレールがこっち側ないんですよね。だからめっちゃ怖いわ。してまた国道の看板あるし、どんだけ挑発的なんだよ、この道路。津野町から梼原町に入ります。やっぱね、国道なんでね、道の割には立派な自治体の看板が設置されてるのが面白いですね。このね、異常気象時通行規制区間終点の看板はね、ここからはね、ある程度マシな道ですよっていう証拠です。はい、右のね、北側がめちゃくちゃ綺麗です。これね、アクセス良かったら絶対観光地になると思います。県道26号との交差点の後からは綺麗にね、道がなりました。一瞬ね、道間違っちゃってね、あれ、こんなトンネルできたんだと思ったんですけど、全然違う道でしたね。このね、通行規制区間って看板があるとね、もうやばい道なんですよ。ってことで行きたいと思います。ようやくちょっとずつ開けてきました。左側の方にね、大奈良小学校があったらしいですが、休校になっています。ちょっとずつね、四万十が近づくにつれて街になってきました。ちなみにね、今いるのは四万十町です。はい、四万十市ではありません。実はね、高知県には四万十町と四万十市の2つがあります。こういうね、同じ名前の自治体っていうのは、例えば北海道の釧路市、釧路町なんかがありますが、四万十もその一つです。四万十町は四万十川の上流部、四万十市は四万十川の河口にあります。高知県の青看板では自治体名に加えて、ちゃんと市と町をですね、四万十の場合は書いてあります。まもなく国道381号と重複します。このまま四万十市の方向へ向かっていきます。左側、なんと駅が出てきました。 JR 土佐大正駅です。久しぶりですね、なんか鉄道っていうのがもう信じられない。
今はね、四万十町なんですが、もともとはね、大正町という自治体でした。その大正町の中心部ですね。四万十高校とかもありますね。そう、四万十高校は四万十町にあるんですよね。ここから右折して439号をまた走っていきます。しばらくね、381号と一緒でしたが、ここからまた分岐します。そして分岐してすぐ、福音現象大型車両通行不可とあります。ここからね、なんと、予作の最後のラスボス、もうね、そして高知県内最難関の、だと思います、個人的には。杓子峠に入っていきます。これを抜けると終点四万十市です。ちなみにね、四万十市と四万十町2つがあるって言ったじゃないですか。で、なんでこうなったかっていうと、両者ともですね、平成の大合併で誕生したんです。ただですね、平成の大合併の時に四万十市の方が合併は早かったんですが、実はね、その四万十市の合併の前にですね、四万十町がですね、名前を決めていたんです。だからできたのは四万十市が先で、その後に四万十町ができたんですが、町名決定は四万十町が先だったんですね。そこで両者四万十の名前を譲れずにですね、二つの紛らわしい四万十が誕生したわけです。それほどですね、この地域にはですね、四万十という名前はですね、愛されて根付いているわけですね。このね、杓子峠の区間に入っても、このね、ちゃんと予作の看板があります。やっぱり徳島側に比べてね、このようにガードレールがないのがちょっと怖いですね。いやー、こんなところが国道だなんて信じられない。はい、ということで、ここから四万十市に入ります。杓子峠の頂上です。杓子峠越えました。崖やべえよ。だって見て、これガードレールないから。いや、ほんとこっち側ね、高知県側マジでガードレールないんで、通る方気をつけてください。左側しかもちょっとね、多分ね、地盤がね、ちょっと下がってる部分もあって、あのね、ちょっと斜める部分もあるんですよね。だから気をつけてください。もう左に落ちたらもう崖です。日本最強国道はね、やっぱね、伊達じゃないっすよ、ほんと。なんか斜めってんの怖っ。絶対なんかちょっとさ、地盤緩んで国道のおにぎり斜めったでしょ。怖え。もうちょっとでもう下ります。途中からね、道が広くなるらしいので、はい、そこまで頑張りたいと思います。もうすぐでこのね、ひどい道、国道区間も終わりです。こんなところの山奥に小学校があったんだ。休校になってますけど、片魚でいいのかな、片魚小学校。すげえ。落石があります。ちょっとどかしてくるか。危ないから。結構ね、重かったね。あれね、まあ、あれぐらいで車潰れはしないけど、凹みはするだろうね。ちょっとね。もうちょっとでもう広い道になります。見えるかな？家があります。すげえ。ちょっとね、人里に降りてきた。こういうところに住まわれてる方がいらっしゃるんだ。田んぼね、明らかに手が入ってるからすごいね。ちょっと右側もね、ちょっと崖じゃなくなってきました。もうちょっとでね、道路が広くなりそうな気配があります。だいぶね、右側にもガードレールが出てきて、崖もね、そんなに厳しい崖じゃなくなってきてるので、ちょっとね、運転はしやすくなってきました。あ、ということで道が広くなりました。ここからね、まともな道になっていくと思います。いやー、ここでね、もうひどい道、国道区間とはもうお別れです。最後まで四万十市中心部まで走っていきたいと思います。ということで、四万十市中心部まで到着しました。300キロ以上のこの予作438号の長い長い旅、もう間もなく終えようとしています。旧中村市中心部がここら辺です。この中村市と西土佐村が合併して四万十市、平成の大合併で誕生しました。
中村市はですね、城下町として知られていて、土佐の小京都なんて呼ばれます。そのため、このようにですね、道が結構ね、5番の目になってるんですね。このまま道路をこうやって北上して、この中村駅の近くで国道56号とぶつかり、この予策終点となります。もうちょっとです。予策はですね、中村市役所の近くで左折します。でですね、ガソリンスタンドとファミマに挟まれた交差点をですね、ここ右折します。僕ね、この地域のね、信用金庫好きなんですよね。左前にありますけど。お、上、JR、じゃないわ。土佐黒潮鉄道ですね。はい。鉄道を下にくぐって、このまままっすぐ突き当たりが、ここ予策の終点です。ゲオとかね、ちょっとね、久しぶりに見ましたよ、これ。久しぶりの街だ。なんかね、四万十市自体は人口3万人と、まあ市としてはやっぱり小規模な自治体なんですが、それでもね、これほどの規模の自治体ほんと久しぶりなので、なんか大都会に見えますね。コンビニすらね、もう100キロ以上なかったですからね。ここを左折すると、中村駅、中村市の中心駅です。そしてこの道路はここ四万十市で国道56号線とぶつかって終点となります。はい、ということで終わりました。本日の動画いかがだったでしょうか。ここ国道439号線のひどさ分かってもらえたかなと思います。まあ一番感じたのはやっぱり高知県側最後の区間ですね、と京柱峠周辺がやっぱり予策のツーボスだなと思いました。でもね、最後の高知県側ね、ガードレールなくてね、ほんと落ちたら死ぬなっていうこう緊迫感がありましたね。距離よりも疲労感を非常に感じます。でもね、本当にあのすれ違う対向車、地元の方かながね、ほんと優しい方ばっかりで非常に助けられました。本当に楽しいひどい道、国道の旅でした。もうしばらくは走らないですね。もう絶対走りたくないわ。またこの動画良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。